はい、どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。レイでございます。てなわけでレイが実況するユーロドラッグシミュレーター2、早速続きをやっていきたいと思います。はい、ということでジョブマーケットのクイックジョブ。はい、お、え、マジ QL タンカー12トンついに4000ユーロを超えますよ。無論これでしょう。他選ぶ理由ないでしょう。お金大事、お金大事、4000ユーロ大事。行くぜ。そうだ、前回ね、ガソリン運んだ時、駐車してる間に雨降ってきたんでしたね。まあいいや、大丈夫、いけるいける。あ、ブーじゃね、ブーじゃなくてこっちかの前に、はい、おー、だいぶこう、スキルをちゃんと反映するっていうか、そういう仕事ができるようになってきましたね。まあ、前回やんなかったんですけど、今回はまあ余裕があるので、前々回トラッカーズ FM だったんで、今回はトラックシムライディオ、かな。はい、行きましょう。あ、バーキン、バーキン、はい、いたり。待って、恐ろしくトラックの音聞こえない。あ、なんか、おー、すごい、この普通に喋ってるだけっていうのがラジオっぽい。ラジオっぽいのはいいんですけど、ちょっと聞きたい。もちろん音量下げたいな、ラジオの方。トラックの音が聞こえないな。運転しづらいな。信号で止まった時に、できるかな？信号で止まれない、止まれないぞ、信号で。いいよ。だい200キロぐらいですかね。で、この先を右と。めっちゃ喋ってますね。超ラジオですね。うわー、英語わかればな。こういうのわかんのかな。全く英語わかんないからなぁ。ちんぷんかんぷんだわ。くっそ悔しいなぁ。英語喋れるようになりてぇなぁ。うわ、なんかすげぇ聞いたことあるぞ、これ。めっちゃ聞いたことあるぞ、これ。なんだろう。でん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 つって。はい、合流です。すごい聞いたことある。すごい聞いたことある。なんでかはわからない。何で聞いたかも覚えていない。ただ、すごい聞いたことある。さあ。前回ガソリンを無事に運べたんでね、ちょっと余裕があります、今回。いけるんじゃないかっていう。料金所でございまーす。おお、結構な速度で行ったな。このまんま行きますかね。ピタッ。おお、いいねー。と思ったら、手前すぎた。よいしょ。こんなもんかな。もうちょい。OK。有料道路に入ります。はい。行きまーす。お、超右側スレスレじゃん。危な。ああ、もう曲ノリノリで、ちょっと、やる気が出る。
ただやっぱりもうちょい音量下げたい。ああ、手が離せない。すげえトラックドライバーやってるっていう気分になってきた。ああ、すげえトラックドライバーやってる気分になってきた。こうなんかちょっとノリのいい曲を流しながらこう、のんびりとね、走ってるわけですよ。わあ、いい。すごいいい。すごいこのラジオ。いやー、いいねー。快適っていうかもう、いいですねー。危ね。残り120キロぐらいですね。あー、曲終わっちゃった。また別の曲になるんですかね、これは。よし。ちょっと前に追いついてきましたかね。ペース落としますか。もうすぐで残り100キロですね。重いのか前に追いついてるな。もうちょっと少ないかな。また曲が流れ始めた感じですか、俺は。やべ、思いのほか速度が出る。ギア上げた途端に結構速度出るな。やばい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 。またなんか全然ジャンルの違う音楽が流れ始まりましたね、さっきとは。なんていうジャンルでした、なんですかね、これ。ちょっと僕はあんま音楽詳しくないんでわかんないんですけど。この先を右と。よくよく見たらライン踏んでた。踏んでるところの話じゃなかった。右。あぶね。切りすぎた。あぶね、あぶね。
あれ前回も前の車、前のトラックっていうべきですか、なんか見たような気がする。同じようなところで、で合流と。あれ雨止んでんのになんでワイパーつけてた。あ、速くなっちゃった。いいよ。こうか。マジで右寄ってくんの。ちょっと待って。落とすよ、落とすよ。もうちょっと。右寄ってくるじゃない。左に寄ってくるだ。ちゃんと車間距離は保たないとなんで、ちょっとペースを落としますよ。こんなもんかな。ちょっと寄った、ちょっと寄った。前のトラックペース遅い。こんなもんかな。で、この先を右と。あ、目的地は前回と同じか。あんまちゃんと見てなかったけど。ここを右と。同じミスはしないようにしないと思うんで、ちゃんと車を見といて曲がると。いいよ。こんな感じかな。Just had a shout out from Matt in Texas saying he thinks there's another listener named Matt, so it's a funny mix up. He's going to be changing his name for me. So that's awesome. Cheers, man. That'll help out. いいよ。ちょっと内側攻めすぎたかな。The other Matt, I believe. で、この先が料金所ですと。This is Calvin Harris. 今回は普通にまっすぐ行こう。いいよ。有料道路の終点です。ああ、でもこっちの方が本当にこんな感じなのかはちょっと僕にはよくわかんないですけど、渋滞がないっていうのはすごいいいですね。右と。いや、あぶね、ギリギリだった。渋滞にな引っかからないっていうのは最高ですね。ジャパニーズトラックシミュレーターとか出したところでただのストレス蓄積ゲームな気がしてならないですからね。あれ、あ、小段差だったんだ、忘れてた。明るいからなんとなくわかるんだけど、まあ、基本的には、あ、ニュートラだった。一速に入れて、基本的にはもう、いいよ。こうして、こうして、よし、よしよしよし。この、積み荷を、できる限り、といて、自分がまっすぐになると。基本的にはこれですよ。こうしかないんで、よ。で、こうかな。あ、こうかな。よ。もうちょいかな。こんなもんで、あとはまっすぐ下がれるといいかな。
あ、ダメだ。全然まっすぐ下がれない。これで、まっすぐになれないかな？なるかな？こんなもんで。お、いいんじゃない？いいんじゃない？いいじゃん。ちょっと待って。これであと、はい。ちょっと待って。ちょっと待って。自分戻って。これ、いったんじゃね？あ、ちょっとはみ出た。くそ。最後の最後で。マジか。マジかよ。これで、こうかな。あとはもう下がるだけ。いけるはず。収まってるはずなんだ。きたー。まあさすがに明るい間なんでね、そんなに苦労せず止められたぞ。オッケー、なんとか収まってるかな、ギリギリ。エクセレント。よっしゃー。よっしゃー、4016ユーロゲッチュー。しゃー、ついに4000ユーロ超えましたね。続ける。はい。35,494 ユーロ。ちょっと待って、ラジオ。最後まで下げられなかったので、もうちょい下げると。ちょっともう、もういいや。はい。35,494 ユーロということで、3分の1ぐらいは、これで、いったんじゃないですかね。はい。やっとだ。3分の1。やっとだ。やばいな。長いな。とりあえずまだまだ先は長いですが、良ければ、まあね、全部見てくださいとまでは言わないんで、良ければこのままお付き合いくださいませ。てなわけで今回はここまで。次回もお楽しみに。じゃあね。